配信開始から4日間で4000万ダウンロード。スーパーマリオランはこれまでにないスピードで世界中の方々にお届けすることができました。世界中の方々に向けて150カ国同時に配信を目指しておりまして、これが非常に困難なことは目に見えていました。リリースのわずか3ヶ月前ですけれども GCP を使う決断をしました。最も大きな懸念は、集中するトラフィックによってオペレーションコストが増加したり、オペレーションのミスによってシステムが落ちてしまったりすることですかね。 Google App Engine のオートスケールならば、ミリ秒単位でサーバー数を最適化できるので、この問題を解決できるんじゃないかと思っていました。またビッグクエリーを使えば、アプリで発生した大量のアクティビティを簡単に蓄積することができ、今後のアプリに向けた分析を瞬時に行うことができます。配信の3ヶ月前、Google のエンジニアさんとお会いしまして、クレイジーだって言われました。本当に言ってんのみたいな状態だったんですけど、皆さん必死に答えてくれて、僕自身はやっぱりこのチームは最高のチームだなって思います。